この食材をトッピングするだけで痩せます。今回はカルディさんで私が痩せる食材を3つ選んでまいりました。美腸活専門家の観点から今回3位から1位までランキング形式であなたにお伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しみにされていてくださいね。では今回選んだこの食材、もうとにかくポイントは使いやすいんです。もうトッピングするだけで痩せることができるんですね。ではまず3位からご紹介していきます。第3位はこちらです。カルディさんで選んだ北国のスーパーフルーツ、アロニアです。アロニアってご存知ですか？あんまりね、聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれど もうとにかくポリフェノールとアントシアニンがもうめっちゃくちゃいっぱい入ってるスーパーフードなんですね。でこちらは裏見てみましょう。ドライフルーツになっています。でアロニアというその果実のその産地がね、北海道産なんですね。国産のフルーツなんです。で私はトッピングしたらいいですよとお伝えしましたので、私は普段ですね、ヨーグルトにトッピングしたり、オートミールを使ったミューズリーにトッピングしたりですね、あのお菓子作りにもまぶしたり、もう何にでも、もうトッピングするだけで痩せる食材に生まれ変わるという優れものなんですね。ちょっと効能をお伝えします。アロニアというその果物は実はね、脂肪燃焼効果があるんですよ。でまた皮下脂肪をね、抑えてくれる、減少する効果もあったりですとか、でまた食物繊維がもとっても豊富なので、結果あなたのその腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えて元気になる。その結果あなたは痩せ体質になることができるんです。なので、普段のヨーグルトであったり、シリアル系ですね、そういったものに簡単にトッピングするだけでスーパーフード、ダイエットフードに早上がりしますので、ぜひ使ってみてくださいね。とっても美味しいです。では次に参りましょう。ランキングの第2位に行きます。こちらです。こちらはですね、北海道産のブドウから作ったワインパミスです。でワインパミスって聞くとワインアルコールってね、思われると思うんですけれども、大丈夫です。ノンアルコールです。でこちらもですね、もうとにかくそのポリフェノールがすごく豊富ですから、結局そのダイエット食品に向いてるわけなんですよね。ちょっと見てみましょう。ワインパミス、これパウダーになっています。で原材料名を見ると、ワインパミス北海道のあまり市が産地、もう国産で 100% 国産なんですよね。でこちらの使い方は、こちらもヨーグルトにもう簡単にトッピングできますし、色も綺麗ですよね。ちょっとこの見てみましょう。お伝えします。ノンアルコール食品で、パウダー状で、これは何かというと、ワインを作った時の搾りかすのパウダーなんですよ。そしてなんと、あなたの体脂肪を減らしてくれる、減少する効果のこちらオレアノール酸というこのね、成分がいっぱい入ってますから、こちらも普段の食事をトッピング、振りかけるだけで体脂肪減少することができるんですよ。いいんです。これ本当にやっぱりワインの香り、やっぱブドウの香りですよね。すごくリッチな感じがしてね、ちょっとこう雰囲気変える時にも、あとチーズとかに振りかけてもね、美味しかったです。ぜひ試してみてくださいね。では今から堂々の第1位発表していきます。カルディさんで見つけたこちらビンゴの痩せ食材第1位は、タンパク質習慣ロカボナッツパウダーで with きな粉って書いてあるんですけども、もうこちらですね、ぜひ使ってみてください。そのロカボナッツ、私別動画でもお伝えしておりますけれども、ナッツというのは低糖質ロカボ食品なんですよね。でロカボとは何かというと、その糖質のその、太る原因は糖質なんですけれども、その糖質 その吸収を抑えてくれる、食品なんです。要は血糖値の急上昇を下げてくれる、スーパー食材なんですよね。でこれが入っているのがです、裏見てみましょうね。名称は大豆加工食品となっています。で1番は大豆かっこ北海道産が入っています。で次に大豆タンパクが入っていて、
くるみ、アーモンド、ヘーゼルナッツがですね、このパウダー状にこうなっているんですよね。で、裏にもこうロカボとタンパク質ということで詳しく書いてあるんですけれども、とにかく痩せるためには何が必要かと言いますと、もうベースはあなたの腸内環境が整っていること。そうではないとどんな頑張っても痩せ体質になることができないからなんですね。で、プラスその太る原因で一番ですね、食べ物から太る原因何かというと糖質なんですよ。油よりも糖質なんです。糖質が脂肪を溜め込むんですよ。なのでその糖質が低糖質なわけですから、もうこれすごくいいパウダーですし、プラスタンパク質がものすごく大事です。あなたがもし健康的で綺麗に痩せたいと思っていらっしゃるようであれば、タンパク質は絶対取らないとダメです。ということで、タンパク質がいっぱい入ってます。タンパク質は筋肉や骨はもちろん、肌や髪の毛に至るまで体を作れてなくてはならない栄養素ですって書いてあります。もうこれまさに本当そうですよね。なので、ここおすすめの召し上がり方ということですね。1食分 25g、まあ、約スプーン5杯分を牛乳やヨーグルトと一緒に食べたり、朝食にプラス間食にということで、このタンパク質が約 12g も取れてしまうんですよね。しかももう本当無添加ですから、もうこちらどんなお料理にも、もうパパッとまぶして、もう混ぜてしまえば分かりません。もうカレーでもシチューでも、本当にね、ヨーグルトでも、もう何でもいいですから、もう気軽にこういったロカボ、要は低糖質のタンパク質が取れるパウダーを使っていただいて、綺麗に痩せていただきたいなと思って1位に選びました。さあ、いかがだったでしょうか。あと追加です。ロカボナッツパウダーの痩せる効能、ナッツ、きな粉、大豆タンパクが入っていることで高タンパクプラス低糖質でしたというまとめでした。はい、では以上のお話を踏まえて、あなたは今日からですね、こういったお伝えしたアロニアワインパンです、そしてロカボナッツパウダーをこう上手にですね、こうばっかりというよりはこうまんべんなくバランスよく取ることで、あなたの腸内環境をこうやっぱりさらに種類を増やしてですね、健康的に痩せるのベースとしてお役立てください。で、この動画ではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えすることで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。で、またこういったダイエット法に関してご質問がある方はですね、皆様こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録後、皆様私に直接相談されておりますので、必要な方はいつでもご相談ください。で、またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、もとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。